波三型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級、C2 型とも、同系艦3隻。日本が、ビッカース社から購入した5隻のうち2隻は、完成品を輸入した。残りの3隻は、呉海軍交渉で尖閣を建造し、手記、兵装、偽装品は、ビッカース社から輸入し搭載した。 前型の C1 型に比べて上構えを監視まで延長し量派性を向上、船路を水面上に装備、環境の大型化などの変更が加えられた。1911年に3隻が竣工。竣工時は潜水艇に類別。1916年8月4日、二等潜水艇に類別。1919年4月1日、三等潜水艦に類別。 1929年除籍、戦火戦歴等はない。波3型潜水艦は当初、C1 型からなる第2潜水艇隊に編入された。その後大正4年4月1日に第3潜水艇隊を編成した。クレチンジュフ石の波3、波4、波5で編成した。C1 型からなる仙台の第3潜水艇隊が明治42年4月17日に、 第2潜水艇隊にスライドして、以来の2代目となる。大正7年11月2日の番号解消では、クレチンの固有番号を与えられて、第12潜水艇隊となった後、翌年4月1日には、第12潜水隊に解消した。所属艦の除籍により、昭和4年4月1日に解体された。ありがとうございます。